こんにちは、ライムです。ということで今回はグラディオラスの究極神技使って遊んでいこうかなと思います。うほほうほほということで、まあ性能解説動画であったりとか、フェスの動画でもちらっとね言ったとは思うんですが、今回のグラディオ究極神技とかね、あとレジェマテとか新しい必殺技が追加されて何が変わったかというと、一番変わったポイントで言うとですね、この地属性アブリ使用時に追撃進撃グラディオラス最大1回、この追撃、これがですね、地属性弱点の敵に対して威力を上がる限界突破レベルの1アップの6回連続の物理攻撃プラス自身の地属性アビリティの待機時間を3ターンなしにするという効果内容なんですよね。で、まあその他ね、まあ僕今回のフェスでは当たらなかったんですけど、グラディオの新しいレジェンドマテリア、これ星のレジェマテで剣装美人のダメージアップ小、それからバトル開始時に自身の ATB ゲージの蓄積時間を1回短縮する、一定時間待機時間を短縮するということで、一番そうだな、今まであのグラディオに不足した部分であるところの速さが、今回のレジェマテとかそれから究極神技によって、まあ、若干解消されたよと、速いゴリラになったよということですね。これ素早さ見てもらえば分かって127なんだよね。127っていうと結構アタッカーの中で一番遅い部類に入ってきます。これロックとかで言うと素早さ相当高いので、確かシーフ勢はちょっと見てみる、シーフ勢確かシーフ勢まあ、ロックとかもそうだし、時短とかね、ほら素早さ227だからね。これが、まあ、あんまり普段気にしない項目かもしれないんだけど、ちゃんと ATB とか、じっくりね、並べて見てみると、実は、意外と227と127だと変わってくるんですよ。なんで、ちょっと他のキャラよりも若干遅めだよねってところが、まあ、ネックだったんですが、今回のレジェマテであったりとか、究極神技が追加されたことによって、まあ、速さが解消されたよと。まあ今までね、グラディオといえば火力はあったんだよね。火力めちゃめちゃある方。で、今回シンクロとかのね、この例えばジャストガードモードであったりとか、覚醒の物理攻撃のダメージアップ中とか、こういったもので火力はすごい出てたんだけど、今回速さに特化した流れということになります。ただ逆に言うと、この今回シンクロと覚醒を使いませんので、どうなのと火力どうなんだろうねって部分があるんだよね。正直敵によってはね、例えば、クリスタルダンジョンとかもう敵がとてつもなく高い難易度700以上になってくると、おそらく究極神技と D 格を使っていくよりはシンクロと D 格併用した方が多分火力出るんじゃないかなと思うんだよね。だから今回使ってく編成、新奥義究極 D 格みたいな編成を隠した相手、まあ、ラビダン以下だよね。難易度650以下だと、まあ、とてつもなく強いんじゃないかっていう感じの動画ですね、これ。早くて火力も出るみたいな感じだと思いますね。はい。なんで、皆さんのパーティーで考えたときですね、速さを求めるか、それから火力を、一撃あたり、一発あたりの火力を求めるかっていうと部分で、まあ、グラディオラスの必殺、使う必殺技を変えていくっていうのが多分一番いいんじゃないかなとは思います。はい。ということで、一応今回使うのがこの星6戦技、新奥義、救急神技、D 角、LB チェーンということですね。あ、ごめん、あとは LB チェーン触れてなかったけど、LB チェーンもですね、やっぱグラディオの足を速くするためのね、地属性アビの丈時間2ターン短縮という効果くっついているんで、まあ、今回究極神技併用していく、ので、どっちにしろ待機時間なしになるんだよね。なんで、まあこれ LB チェーンに関しては、その究極神技使わないときだね、シンクロなり覚醒とか使っていく上ではこの待機時間多少結構助かるんじゃないかなと思うんで、まあ持ってて損はないのかなという代物です。はい、まあそんな感じでやっていきましょう。であとその他のキャラちらっと紹介すると、まあ、今回チェーン役のマキナ、はい、こんな感じですね。戦技チェーン D 角、はい、こんな感じで、あとガイ、はい、こんな感じですね。戦技 D 角シンクロ、はい、レコマンテこんな感じ。はい、あとクイナいつも通りだね。怒り、はいはい、戦技シンクロ、まあ、覚醒2ぐらいかな。はい、ウララもいつも通りですね。はい、パッションサイズファブラヒール、戦技シンクロ D 角、はい、こんな感じでいきましょう。で、魔石後継バフムート霊式、それから後継バフムートカイラムータイタンマディーンという感じです。
んとね、まあまあぜひ早くなったゴリラを見てほしいなっていう感じだね。早ゴリラ、レジマテ僕持ってないんで、レジマテがあったらもっと早いっていうことだからね。つまり開幕の ATB がまず半分になって、それから一定時間の待機時間も挟まってくるから、一定時間っていうと多分ね、他のレジマテ見ると多分15秒間かな、バトル開始時からゲーム内時間でね、15秒だから、まあ必殺技ね、最初の必殺技はまあ1個か2個打つぐらいまでは、まあ早い状態で戦っていけるということだと思いますね。はい、最初はまあ1ターン目ゲージ貯めます。ゲージ貯めてくぜ、ゴリゴリワッホイ。結局あのフェスもうすでにね、あの5段まで始まりましたが、僕の動画が全然間に合っていないというね。あと出したいのはデシとクジャか、デシクジャがいるね、クジャがいてっていう感じなんですよね。デシクジャがいて、あとなんかいたと思うんだよね、忘れてる何かがいると思うんですよね。あと何、あと何かな、何かいると思うんですよ、私忘れてるやつが。あー、結構前になるけど、結構前になるけど、あのベインの究極真偽とか出そう出そう思って全然出せてないんだよな、あれな。ベインの究極真偽ありましたね。まあどこに需要あるか正直わからないけど、ただやりたいからやりたいなって思ってるだけ。やりたいからやりたいんですよ私は。はい、新奥義、そうそうそう、やりたい。まあ全てのキャラの一応ね、せっかく手に入れたわけですから使いたいわけですよ、動画で。はい、マギカルクスで味方全体待機時間を短縮していく。はい、ここでマッキーナ、マッキーナのチェーンが発動していく。ああ、そうか、霊式とね、15のキャラだからボイス付きなんだよね。さあ、クイナイさんがここでグラディオにゲージを託していく。グラディオはここから本気出すぜ。まずエルビーチェーンから入っていくぜ。さあ、ここから究極サイクロン行きまーす。あれ、今究極真偽はグラディオのボイス入ってないと思うんだよね、多分ね、多分入ってないと思う、おそらく、おそらく入ってないんだよね。ここで次のターン、この次、このあとなんか連続サンダガーで多分マキナにすごい攻撃来るから、ちょっとマキナ待機しとこうね、戦略待機しとくわ。多分 9.6 秒ぐらいでやってくるんじゃねえかな、 9.67 秒ぐらいで、おそらくこのガイの攻撃終わったら多分やってくる。来たね。でここで D 角打ちます。これね、マキナのこの D 角なんて喋ってっかわかんねえんだよな、全然何言ってっかわかんねえんだよな。クイナ怒りしておきます。グラディオはここで D 角覚醒テンペスト、任せろ。ちゃんと声量しっかりしてんな、グラディオすごい今聞き取りやすかった。めっちゃ FFRK のボイスってもうちょっとでかくてもいいと思うんだよな。あ、そうそうそう、そうだそうだそうだ、そうそう、そのそれで思い出したわ、今それで思い出したんだけど、FFRK ね、今日ね、あれが来ました。アンケート。久しぶりにアンケートが来たんで、あさって、水曜日の21時から、夜の9時から、アンケート生配信しようと思ってます。生放送。僕のね、僕の生放送。皆さんの、視聴者の方の意見を聞きながら、まあ、アンケート書いてみようかなっていう生放送をちょっとやろうと思ってます。なので、ご興味ある方はね、ちょっとアンケート一人で書くのだるいなとか思ってる方は、ぜひ、遊びに来ていただければなと思ってます。ので、まあ、動画の途中で言っちゃったけど、最初に言えばよかったな。こんな謎なところで言わずにね。はい。これは、ここでちょっとグラディオで攻撃するのもったいねえ気がするけど、まあ、いっか。
関係ねえぜ。うおー、まず衝撃が39,099、衝撃3999、衝撃9999かましていく。2撃目、2撃目もフェーズ2でね、的剥がし一発食らっても39999、4万だね、つまりね。でガイがここでシンクロ使っていくわ。でこれで進撃グラディオラス強えな。でこれで待機時間3段なくなって、今のLB チェインの追撃だね。こっから待機時間3段なくなります。月への方向で、こっからね、次のターンかな、次のターンからちょっとグラディオちょっと炸裂させていこうと思ってるんで、ちょっと HP の残り具合が微妙だなこれ。微妙だな、ちょい微妙ハーツだね。タイミング悪かったな。あと 4% か、4% か。微妙、グラディオでフェーズ3入っちゃうな。グラディオでフェーズ3入っちゃうな。これ微妙だな。ちょっとグラディオの力を、がっつり見せたいから、ここはあえてガイ待つか。また、クリアタイムはどうでもいいね、別にね。グラディオの動きさえちょっと、見ていただければいいので。まあ、ちょっとなんか無駄にターン消費してるけど、しょうがない。で、これでガイ回ってくるかな。これでガイ回って、パッションサルサを入れます。はい、ガイが、はい、ガイの攻撃でフェーズ3に入ろう。はい、で、ここで、クイナが星6戦にします。マッキーナはスピンドライブしとけ。で、グラディオが、ここでデュアルシフトします。ディッシュ珍しくね。僕はあんまりデュアルシフトするタイプの人間じゃないんだけど、します、今回は。ディッシュで、グラディオがデュアルシフトをすることによって何が起こるかというと、限界突破レベルがさらに1上がるんだよね。今、新奥義、D 角究極審議、それからモード2で、これなんですよ。59,999が出るんだよ。これえげつない火力、これ。59,999だから、つまり、6×6 出てるんだよね。一発で36万。二発目がさらに36万、三発目が36万出るので、計108万出てるってことだ。一ターンで、グラディオだけで。っていう途方もないダメージ量を出せるんですよ。最後もう、グラディオのフィニッシュでいこう。待とう。待つわ。待ちます。まあ、あとは、ガイとかはもう何もやんなくていいやね。魔石だけ投げとこう。ギリ、12.7 はさすがに削れないと思うのでね、バハムとレシキぐらいでちょうどいい感じなんじゃねえかな。これでグラディオフィニッシュでいきたいね。マキナも待機、もうマキナが防御させとけ、こんなやつ。いきます、グラディオロイヤルガードガイ待機なしだぜ。あ、そう、これはね、究極進撃限界突破レベル1アップして若干6万足出たよっていう感じ。これがまあ、シンクロとか覚醒使わなくてもここまでね、まあ、火力を上げることができるよということだね。一旦ね、108万の男だね。はい、まあ、これをちょっとやりたかったっていうだけです。まあ、こんな感じでですね、足の遅かったグラディオンもついに、足素早さを獲得した上で、これだけダメージをちゃんと出せるっていうね、男になったので、まあ相変わらずやっぱグラディオ地属性物理界の中では結構トップクラスのアタッカーだと思うんだよね。はい、といったところで、まだ第4弾は全然やってるよね。ガチャはねやってると思うんで、これ見てグラディオにビビッときた方、ぜひグラディオお買い求めください。
といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。